せいやさん。せいやさんなら絶対に環境変わって新しいところで絶対活躍できると僕は思います。本当にジャイアンツにいる間は本当にお世話になりましたし、マジでもう一花というか、本当に大爆発してほしいなというふうに思ってます。てな感じで始まりました小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見てください。よろしくお願いします。はいはい。今日はちょっと速報という形でね、お送りさせていただこうかなというふうに思ってます。まあちょっとね、もう X であったりとか、まあ記事がね、すごい、拡散されてるところがありますんで、皆さん知ってる方はいらっしゃると思うんですけども、ジャイアンツの松原聖弥選手と、ライオンズの若林選手が、電撃トレードという形がありましたんでね、ちょっと今日はそれについてお話をしていきたいと思っております。はい。ですね。まあ、どこから話そうかなっていうところなんですけども、まず、まあ、このチャンネルはジャイアンツファンが見てる人が多いんでね。まず、ジャイアンツというところで言っていきますけども、まあ、ジャイアンツ、このトレードなんですけども、まあ、シビアにね、ちょっと、もう、忖度なく言いますけども、はっきり言って、ジャイアンツに得があるトレードなんじゃないかなっていうふうに僕、今、の、現段階ではね、考えてますと。まあ、その理由を言うとですね、まあ、松原選手、まあ、すごいポテンシャル持ってますよと。で、2021年かな、すごく活躍しましたけども、やはり、昨年もそうですし、今年もですね、まあ、あまりこう、振るわないというところが正直ありましたと。で、まあ、ジャイアンツに関しては、まあ、右の外野というところが、まあ、今で言ったら、萩尾選手であったりとか、あ、まあ、そういったところが、まあ、浅野選手も、まあ、いるんだけども、まあ、今、2軍にいたりとかね、そういったところがありまして、なかなかこう、レフトが固定できてないとか、うん、そういったところが、まあね、ありましたと。で、若林選手、まあ非常に、まあ怪我がね、大怪我しました。もともとね、した選手ではあるんですが、まあ非常に、ポテンシャルの高い選手っていうのはね、僕も、まあライオンズの試合をめちゃくちゃ見てるわけではないんですけども、知ってるっていうところがありますんで、それ、があるんでね、その、起爆剤を求めてた、まあそのね、ライオンズというところと、まあその右の外野手というところ、まあなかなか安定してないというところを補強したいというこの巨人のね、利害というかね、そういった思いが一致したトレードなんじゃないかなっていうふうに思いますと。じゃあ、まず松原選手からね、ちょっと見ていきたいんですけども、まあ皆さん分かってらっしゃると思いますけども、まあ今、8年目になるんかなっていうところで、まあ今期、成績見ていくと、まあ1軍で9試合、打率が1割5分4厘、2打点、OPS が466、なかなか結果出せてないと。で、今年の2軍でも、まあ37試合で、打率が2割3分8厘、1ホームラン、6打点、OPS が717というところで、まあ2軍でもまあ、まあいまいちというところが正直なところだと思いますと。で、先ほど言ったように、まあ、2021年にブレイクをしました。ブレイクというか、まあ、非常に成績が出ましたと。で、この年はですね、135試合出てて、まあ、2割7分4厘、12本ホームラン打って37打点、で、OPS が756というところで、まあ、非常に、いい年であったと思いますと。ただ、そこから、なかなかね、背番号変わったりとか、まあ、いろいろあったんですけども、それになかなかこう、なんて言うんだろう、比例して、成績がね、伸びていくことは、まあ、巨人ではなかったというところです。で、今年の起用法も、まあ、開幕戦かな、タイムリー打って、せいやさん今年いいかもしれんっていう風な形になってたんだけど、まあ、ちょっと2軍に落ちて、そこから再浮上っていうのは、なかなかなかったというところがありました。で、やはり、西武ですね、なかなかこう、西武のところ見てても、まあ正直紹介試合だと思うんです。こんだけ負けてたら、なかなかこう、きついというところがありますと。で、まあ若手のね、起用っていうのをセーブはしてて、で、なんて言うんだろう。まあ若林選手も、成績ね、今年、まあ1軍で19試合しか出てなくて、打率が1割2分9厘、3ホームラン、5打点、で、OPS が430というところで、なかなかその、若手を起用するという、まあ、消化試合になってるというか、まあ、正直言うとね、そういったところで、若手を起用していきたいっていうところのチームの意図と、なかなかこう、あまりこう、そぐわなかったんじゃないかな、というふうに思います。ただしかし、その若林選手ね、まあ、腐らずにというか、まあ、その2軍でですね、まあ、今17試合出てて、打率が3割2分3厘、で、1ホームラン、9打点、OPS が797というところで、2軍で非常にいい成績出してますと。で、まあ、その、
ジャイアンツの球団の編成とかもたくさんいますと。で、まあ、同じね、イースタンリーグなんで、若林選手のね、プレーを見たり、ジャイアンツ球場でしたりとか、実際、してると思います。編成の方もね。そういったところで、まあ、一軍でなかなか出てないっていう現状。で、西武の、今、すごい負けてるっていう現状で、若手を起用して、まあ、来年に種をまいていきたいっていう感じがね、チームの方針としてあって、そこにね、ちょっとこう、漏れてるような感じがあるので、こんだけ2軍で、成績を出してて、ね、ポテンシャルもあるっていうところがあったんで、じゃあ松原もなかなかこうくすぶってると環境で、なかなかジャイアンツという環境で、ね、なかなかこう目がもう一回出てないっていうところがあったんで、その思惑っていうところがね一致したんじゃないかなっていうふうに思います。で、まあ今、西武のところね、まあちょっと僕調べたんですけども、まあ西川選手であったりとか、岸選手、鈴木選手、長谷川選手、奥村選手とかがね、まあ外野で、出ることが多いですよと。まあ比較的若い年齢が多いですと。まあ育成から上がってきたね、選手とかもいますと。で、ヒルマ選手がちょっと手首かな、怪我しちゃったりとか、まあコルデロ選手がまあ不振で2軍にいたりとかいうところで、まあ非常に、まあ、こんだけ負けてるんでね、非常に打線事情っていうところも厳しいですよと。で、そこで松原選手がね、まあ、おそらく、まあ、1番か2番での起用になると思うんですけど、まあね、突破口というか、特に1番、2番の打率っていうのも非常に、西武のね、ところで低いというところがありますんで、まあ、その、まあ、若いところっていうのもありますけども、どちらかというと松村選手には、その西武を変えていただきたいというかね、その起爆剤というか、そのジャイアンツファンの方だったらわかると思うんだけど、本当に、ハマった時の聖夜さんっていうのはマジでエグいんですよ。正直ね。めちゃくちゃ打つし、めちゃくちゃいいプレーもするから、そういったその起爆剤というか、その、乗った時の聖夜みたいなところのポテンシャルをですね、西武は期待してるんじゃないかなっていうふうに、僕は思ってますと。で、じゃあね、これから若林選手の起用法というところをちょっと見ていきたいと思ってるんですけども、まあ若林選手がまあ出るとしたらおそらくレフトになるんじゃないかなというふうに思ってて、まあ、センターにはですね、今、すいません、間違えました。ヘルナンデスがいますと。で、ライトにですね、丸選手がいますと。で、実際ここが空いてると。うん、空いてますと。ここがね。で、今、現状で言ったら、ここに、まあ、秋広選手であったりとか、そうですよね。まあ、萩尾選手であったりとか、まあ、立岡選手であったりとか、まあそういうあたりがね、入ってますと。うん。主にね。で、正直ね、まあ、ここからまだ正直な話しますけど、このトレードって、どっちも外野手じゃないですか。だから、まあ、左打ちで右打ちっていう違いはあるんですけども、まあ、正直言うと、松原選手からしたら、なんていうの、悔しいトレードになってると思うんですよね。っていうのも、松原選手がもし外野でね、活躍してたら、多分おそらくこのトレードは間違いなくなかっただろうし、まあ、左右とか、右の外野手が欲しいとか言ってますけども、結局、成績出してたら、左右とかあんまり関係ないんですよ。まあ、関係多少あるけど、でも結果をね、本当に3割とか打ってるんだったら、そんな左右あんま関係ないんだから、そういったところね、非常に、まあ、松原選手としては悔しいトレードになってると。で、まあ、おそらく、まあ、若林選手が、まあ、レフトに入ってくると。で、まあ、そうなってくると、まあ、よくね、ジャイアンツファンの方で、まあ、秋広選手を使ってほしいとか、まあ、萩尾選手を使ってほしいとか、まあ、いろんな声ありますと。まあ、なかなか、厳しくなってくるだろうなっていうふうに思います。まあ、秋広選手も、まあ、守備の問題とかあったりとか、まあね、打撃でもね、なかなかこう、結果を出せてなかったりとかしますと。で、萩尾選手も僕はすごくいい選手だなっていうふうに、今年ね、思ってるんですけども、もうタイプで言ったら、もろかぶりというかね、右の外野手で、まあ、まあ、足は若林選手の方が早いかもしれないけども、まあ、萩尾選手も、まあ、入団会見の時にね、トリプルスリーを達成できるような選手になりたいっていうふうなことをね、言ってたぐらいですから、まあ、足にも自信があると思うんですよ。で、そこで、まあ、若林選手が入ってくるとなると、多分、まあ、萩尾選手であったりとか、まあ、秋広選手の機会っていうのは、なかなか、厳しくなってくるんじゃないかなっていうふうに正直思ってます。まあ、じゃあ、立岡選手とかは、まあ、守備とかね、足もあるんで、まあ、控えというか、守備固めであったりとかっていうところで、
活路はあるかなというふうに思うんですけども、特にまあ、萩尾選手とか、まあ、特に秋広選手ですよね。ちょっときつい感じはしてるし、まあ、萩尾選手もおそらく、まあ、代打の枠に、甘んじるんじゃないかなっていうふうにね、現状ではね、まあ、こんだけ取ってきたんで、まあ、おそらく使うと思うのでね。うん、そんな感じはすごくしてますと。で、一番、嫌なこと言います。今から。一番嫌なこと。一番怒ってほしくないこと言います。それは、松原選手、若林選手、ともにですね、結果が出なくて、二軍で、ファームの試合で、イースさんの試合で、お互いにユニフォームを変えただけみたいな感じには絶対なってほしくないなと思ってて、まあ、それは、ま、可能性としては低いかもしれないですけども、やはりですね、こうやって、交換トレードをしたわけですから、まあ、どちらの選手もね、一軍にずっと帯同し続けてほしいと思うし、やはりね、そうやってイースさんでいつも試合してて、あ、若林いい選手だよねとか、松原いい選手だよねっていう風な感じになってて、交換トレードをしたのに、2ヶ月後、3ヶ月後には、また、その、ユニフォームだけ変わって、立場が変わってまたファームで会ってるみたいなことだけは絶対してほしくないなというふうに思うので、まあ、せいやさんの場合は、ね、起爆剤としてというか、もうほんまにハッスルで、やってほしいと思うし、まあ、若林選手に関しても、まあ、期待されてるところは絶対あるのでね、そういったところでポテンシャルっていうのは高いっていうのは知ってますんで、絶対怪我はね、もう一回、左膝のね、すごい大怪我してますけども、まあ、そういったところはね、気をつけながらも、ジャイアンツで、末永くね、活躍してもらいたいなと。まあ、若いのでね、聖夜さんは29歳で、若林選手が26歳かなっていうところで、その若さも踏まえてね、すごくジャイアンツにとって、正直ね、今の段階で言うと、得になったトレードなんじゃないかなっていうふうに思います。はい、そんな感じでですね、今日はですね、まあ、速報というところでお話ししていきました。まあ、まあ、せいやさんにはですね、本当に、長い間僕本当にお世話になりました。いろいろお食事もね、連れてってもらったりとか、本当に、よくしてもらったし、本当にいい先輩でしたし、本当に、いや、僕もね、野球辞めてから、まあ、いろいろ連絡取ってたこともありますし、取ってますしね。うん、で、本当にいい人で、うん、ジャイアンツで、活躍してほしいっていうことはね、ずっと僕は聖夜さんに言い続けてきたんですけども、やはり、まあそこで、まあそのジャイアンツ球団、巨人球団もそういうふうにね、そういう活躍してもらいたい、もう一回活躍してもらいたいというふうに思ってたと思うんですけども、やはり、まあその、年齢のことであったりとか、まあいろいろね、まあ今現状のチームのこととかも考えながら、本当に松原は、巨人に置いといた方がいいのかっていうところも、いろいろね、考えた結果、松原のためにも出してあげた方がいいんじゃないかという多分ね、考えになって、これがね、トレードになったんじゃないかなというふうに思います。本当に冒頭でも言いましたけども、本当に松原選手いい選手です。はい、正直言うとね、本当にいい選手。うん。で、ハマった時はほんま素晴らしいと。で、ただ、甲府調がね、ちょっと激しかったりとかする印象はあると思うんですけども、本当にね、新天地で、いい環境で、自分に合った環境でやれればね、本当にもう一花絶対咲かせられる選手だと思うので、まあ、この動画もしかしたらせいやさん見てるかもしれないんで、本当にね、頑張ってもらいたいと思うし、本当にそれだけやれるだけのね、能力があるからこうやってね、トレードに、出してもらえるというか、出して、ね、こうやってね、祝福してもらえてると思うので、そこはね、本当に、自信持ってね、やってもらいたいなというふうに思ってます。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。